それやったらやめられなくなる快感が皆さんにあるんですよね。スーパンプスさん、スーパンプさん、ジャクメロは情熱のファイヤーウォール、酒井選手のちゃんと俺が作ったんですよサトシさん、軍手で見ましたよ。お、車の番組なのに酒井選手と田中屋のご主人との焼きまんじゅう対談の方が尺が長かったそうだったんだ。そうなのよ。というわけで元気あれば何でもできる。お、軍テレの藤井スバルさんのホームページの動画が公開されています。YouTube でね。うんうんうん。ところで、試合ではユニフォームのパンツをちょうちんブルマみたいにしている酒井選手が、田中さんに行く前に、熊本の家族にお土産を買った道の駅玉村塾で、真っ赤な赤木団パーカーを着て、カメラを持った白髪頭のジジイが、酒井選手の周りをうろうろして、駅長さんより目立っていました。あなたですよ。あれは見せてはいけない放送事故でしたね。残念。いやいや、全然いいですよ。実はトゥーパンプス、同じ回に、はい、トゥーパンプスさんが道の駅の玉村塾に、はい、赤木団のそのパーカー着て、酒井選手を撮ってる。めちゃくちゃのトゥーパンプスさん映ってました。あ、そうなんだ。その後に俺が映ってたんですよ。お墓テレビでもなかったですね、あれはね。お墓メンバーテレビでも。よかったですね。酒井秀一のゲストみたいな感じでした。そうだね。はい、で、酒井秀一書いてましたよ、椅子に。あ、椅子に、はい、あ、じゃあ酒井シートができたんだ。書いてました。あ、ちゃんと一緒に。同じ椅子にね。そうなんですね。絶対見よう。ね、デュパンプさん出てましたね。デュパンプさん出てましたか。探したいと思います。ぜひ探してください。